んにちは。ビデオオプション切り抜きチャンネル V オプトスピードです。今回はつくばスーパーラップトップフューレルインテグラタイプ R vs スプーン新型シビックタイプ R をお送りします。世界最速の FF スポーツはシビックタイプ R であるということには皆さん異論はないでしょう。それほどシビックタイプ R には史上最強の FF という称号がお似合いです。ですが、かつてその称号はシビックタイプ R のものではありませんでした。その史上最強の FF という称号はインテ R のものでした。正式名称はインテグラタイプ R。 1995年に登場した DC2 型初代インテ R、 2001年に登場した DC5 型2代目インテ R、 この2台は共に世界最速の FF と呼ばれていました。今回はこの DC5 型2代目インテ R のチューンドと新型シビックタイプ R のチューンドでのつくばスーパーラップ対決です。インテ R は20年前の車、シビックタイプ R は最新の車。それに加えてタイヤの性能や技術進歩の違いによって本来単純比較はできませんが、一つのエンターテインメントとしてお楽しみください。そうは言っても両車にもいくつか共通点はあります。まず VTEC の FF 車であるということ、そしてドライバーがどちらも土屋圭一であるということ。インテ R は20年前の土屋圭一、シビックタイプ R は今年の土屋圭一がドライブします。1点だけ補足しておくと、シビックタイプ R はユーズドタイヤでアタックしていますので、本来のタイムよりも1秒ほど遅いです。では各マシンのスペックを簡単に紹介します。まずトップフューエルインテグラタイプ R、 エンジンはノーマルの2リッター K20A 型をボアアップして 2.4 リッター、さらにのスプーン車により270馬力までパワーアップ。ボディはドンガラ状態で、車重は1050キロ、タイヤはアドバン D048 で、フロント2454017インチ、リア2154517インチ。対してスプーン新型シビックタイプ R、 エンジンはノーマルのまま、2リッター直 4VTEC ターボの K20C 型で330馬力を発生。排気系は N1 マフラー、足回りはカーベイと共同開発のフルスペックダンパーキットを装着。外観でひときわ目立つのがクレインネックリアウイング。タイヤはポテンザ RE71RS で、フロントリアともに2653518インチ。ノーマルの高い戦闘力をさらに強化したライトチューン仕様です。それではそれぞれのアタックの様子をご覧いただきましょう。トップフューエルインテグラタイプ R、 スプーンシビックタイプ R の順で2台続けてまとめてどうぞ。2.4 リットルにボアップされたエンジンに制御可能なナイトルガスを噴射し、50馬力アップを約束する。ボディ補強も完璧に施されている。押した瞬間に50馬力アップ。走りがどう変わるのか楽しみ。せっかくですね、ここにスプーンシビックタイプ R あるわけですよ。やっぱ僕としてはですね、土屋圭一の走り見たいな。おだって見たいもん。見たい見たい。それは見たいですね。めっちゃ見たい。やっぱりね、視聴者もね、土屋さんの走り見たい。そうね。うん、高いよ。いや、まあその辺はですね、オプション編集部頑張りたいと思いますので。ね、山田と同じギャラでは。ただですね、土屋さん、もうタイヤがですね2セットしか用意してなかったので。ね、俺にニュー入れないの。ちょっとタイヤがちょっと足らない。ないんですよ、お金ない。この企画ビデオオプション、お前さ、俺に走れって言っといてニュー入れないの。ね、ふざけてないそれ。これね、タイムはね大きくやっぱりね、ユーズドは落ちます。ですから、まあそれよりも土屋さんがスプーンね、シビックタイプ R で走る姿をちょっと見たいということで、ちょっとお願いできますでしょうか。やってやるよ。おー、
さあユーズドで何秒出るかね。アタックしたタイヤだから4秒前半狙いたいと思います。心の中では3秒台です。ドリフトキング土屋圭一スプーンシビックタイプ R でのアタックです。最終コーナー立ち上がってホームストレート、さあ加速していきながら1コーナーに入っていくドリキン。さあ立ち上がり重心のラインでございます。さあ山田選手とはですね対照的なラインを取りましたですね。1コーナーそして S 字から、第1ヘアピンへ入ってまいります。あこちらでもですね、インカットをしながらですね大きくワイドに立ち上がり重視のラインです。さあ、第1ヘアピン立ち上がりダンロップコーナーを抜けてそして第2ヘアピンと入っていく土屋圭一でございます。結構本気ですね。本気の走りを見れてますね。さあ、ブレーキングから立ち上がり重視のライン、きちっと立ち上がり重視のラインですね。ただこのライン取りの割にはですね立ち上がりがものすごくワイドになってます。この辺はですねやっぱユーズドタイヤたるゆえんでですねグリップが厳しいのかもしれません。バックストレートから最終コーナーに入ってきて立ち上がってきます。さあ加速してですね、ドリフトキング土屋圭一タイムアップ。よし、1分4秒046でございます。インテン R とシビックタイプ R どちらも史上最強の FF という称号にふさわしい走りでした。ただ今回走った2代目インテン R は初代からボディが肥大化し初代ほどの超絶圧倒的な人気は得られませんでした。 R32 と R33 の関係にも似ているのですがやっぱり見た目って大切ですね。インテン R は私も初代の方が好きです。皆さんはどちらのインテン R が好きですか？いかがでしたか？今回はつくばスーパーラップトップフィューエルインテグラタイプ R VS スプーン新型シビックタイプ R をお送りしました。ビデオオプション切り抜きチャンネル V オプトスピードはビデオオプションの動画から迫力ある走行シーンを切り抜いてお届けするチャンネルです。そこにマシンの補足説明や車の豆知識などをプラスしてより楽しめる動画作りを目指しています。今後もこのような動画を投稿していきますのでこの動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回に。